ラシンクラブドフランスは、フランスパリ郊外のコロンブを本拠地とする総合型スポーツクラブ。通称、RC 会。フランス第二帝政の頃から、フランス国内に滞在していた、イギリス人の影響もあって、総合型スポーツクラブ設立の機運が高まり、パリ市内の学生により、フランス人による、フランス初の総合型スポーツクラブ、ラシンクラブとして1882年4月に、 創設された。1874年に事務局長のジョルジュ・サン・クレールによりチームカラーを水色と白に定められた。1885年11月21日、ラシンクラブドフランスと解消1886年にはパリ市議会との競技の結果ブローニュの森にある500メートル四方のグラウンドとクラブハウスを譲り受けることになった。 同年には1000人近い会員が所属するクラブとなり、会員たちは週末になると都競争やボールゲームに興じた。ラシンクラブの翌年に創設されたスタッドフランセと共にスポーツ活動を通じて学生の身体訓練の意欲を高める役割を果たし、1887年に両クラブが中心となり、フランスと競争協会を発足。1890年には、 フランスアスレティックスポーツ協会を設立し、フランスのスポーツ組織の中核となっていった。2000年当時には17のスポーツ部門があり20、000、認知会会員が所属していた。2006年、RCF はパリ市から譲渡されていた広大なグラウンドの使用権を失い、新たにラガルデールグループに20年契約で譲渡された。これにより、それまで保有していた。 バドミントン、柔道、フェンシング、トライアスロン、近代五種競技、水泳などの多くの部門がラガルレールの参加となり、RCF はゴルフ、ホッケー、テニス、水球、ライフル射撃、スキーの6つの部門を有するスポーツクラブへと縮小された。2013年の時点では柔道、陸上競技の2部門が再建されるなど8つのスポーツ部門を有し、サッカークラブ、 ラシンクラブドフランスコロンブ92とラグビークラブラシンメトロ92とパートナーシップを結んでいる。1882年創設。1900年に地元パリで開催されたパリオリンピックではクラブからも多くの選手が代表として参加し、ミシェル・テアトがマラソンで金メダル、アンリ・デロージュが1500メートル走で銀メダル、アンリ・トーザンが400メートルハードルで 銀メダル、ジャック・シャスタニエが2500メートル障害で、銅メダルを獲得した。通称ラシン・パリ。フランスのサッカー史の中でも、最も伝統あるクラブの一つに数えられる。前世紀は1930年代から40年代に、かけてで、その間には、フランスカップを5回制覇し、1936年には、ディビジョナン,ン優勝も果たした。1961年、 1962年には2年連続してリーグ2位に入り復調の気配を見せたが、1964年に部リーグに降格。その後はン部リーグへ降格するなど低迷期に入った。1980年代に入りフランス人実業家のジャンリュック・ラガルデールがクラブを買収し、強化を進める。1986年に20年ぶりに1部リーグ復帰を果たし、 エンツォ・フランチェスコ・リア、ピエール・リトバルスキーをはじめとした国際的スター選手を補強したが満足な結果を残すことはできず。1990年に経営状態が悪化しクラブは破産しアマチュアリーグへ降格した。詳細はカテゴリー、ラシン・クラブ・ド・フランスの選手を参照スタッド・フランセとの試合ラシンメトロ92の選手たち詳細はラシン92を 参照1892年創設。フランス国内で歴史と伝統のあるラグビークラブの一つ。2001年にパリ交通公団が支援する US メトロと合併して、ラシンメトロ92に解消した。詳細は EN パリバスケットレーシングを参照1922年創設。男子は1989年に、ラシンパリバスケ1992年に、 PSG ラシンバスケ2000年にパリバスケラシンに解消した。ありがとうございます。